こちらはですね、ペペロミアのアングラータってやつですね。がっつりね、固定しておきます。はい、そんな感じで1個目完成ですね。はい、はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、動画のタイトルの通りなんですけど、サムネイルに映っているようなおしゃれなね、観葉植物の作り方をご紹介したいと思います。だいぶ前にジェミニっていうね、観葉植物を買ったことがあるんですけど、まあ、それと作り方はほぼ一緒ですね。それを元におっさんがアレンジして作るっていう感じで、ケージのレイアウトの一つとしてね、すごい使えますので、今日はね、作り方をご紹介していきたいと思います。はい、こちらですね。こちらはですね、ペペロミアのアングラータってやつですね。はい、まあ特徴としてはこういう筋がね、何本か入っているっていうところで、なかなか可愛い印象になっていいんじゃないかなと思っております。で、こちらですね、こちらはですね、近くのホームセンターで買ってきたやつなんですけど、セネシオ族三日月ネックレスって書いてますね。はい、これもこういう風に垂れ下がるタイプなんですけど、葉っぱの形がね、めっちゃ可愛いんですよね。ほんと三日月の形してますよね。はい、こちらも使っていきたいと思います。で、おっさんの店舗になんか謎の植物が前からあるんですけど、今回はね、それも使おうかなと思います。で、あとはこちらですね。はい、ただのワイヤーでございます。ちょっと太めですね。 1.6mm のやつをね、今回は使おうと思います。色はね、茶色ですね。はい、で、あとこちらですね、麻の紐と、ちょっとここにあるんですけど、この麻の布ですね。これはね、コーヒー屋さんからもらったね、麻の袋なんですけど、それを切って使っていこうかなと思います。はい、玄関に来ましたけど、今さっき言ってた謎の植物、こちらですねなんかね、もうちょっとやばい状態なんで、早くね、なんとかしないといけないんですけど、これもね、こういう風に下に垂れ下がるタイプなので、今回のにね、使っていこうかなと思います。これ何なんでしょうねはい、で、あとこれですね、これでございます。おっさんがね、だいぶ前にココナッツからココナッツカップを作るっていう動画を出したんですけど、まあ、その時に出た皮ですね。ココナッツの皮でございます。まあ土の代わりみたいな感じですね。土の代わりとして使っていこうかなと思います。じゃあ早速ね、作っていきます。はい、ということでね、最初は三日月ネックレスの方からやっていこうかなと思います。もうここ玄関なんでね、このままやっちゃいます、ね、このままだったらちょっと多すぎるんで減らしてね、いきます。すごいいっぱい生えてるんで、何個か作れそうですね。で、ほぐし終わったら今度これですね、ココナッツの皮を巻きます。何本ぐらいつけようかな。で、これをやる時期っていうのもあって、今冬なんですけど、本当はね、春とか暖かくなってからね、やる方がいいですね。はい、大体ね、あんまやっちゃいけない時期なんですよね、この時期は。はい、で、これができたら一旦ここをね、結びたいので、これですね、針金で固定します。がっつりね、固定しとく、がっつりね、固定しときます。何かな。で、これができたら今度麻の布ですね、これですね、麻の布をちょっと切って、この布を巻く前にこの針金をね、ちょっとつけ
けないといけないのでやりますね。この下から針金を1本通します。1本通してこれがね吊るす部分になります。で下はですね、まあ、適当なとこで切ってこうして切り込むだけですね。はい、こんな感じです。これでこうね吊るすことができます。でここまでできたらこの布を巻いてね、ここをね麻の布で縛っていくっていう感じですね。はい、そんな感じで1個目完成ですね。はい、そんな感じでもうちょっとね植物を入れた方が良かったんじゃないかなと、まあ、思いますけど、ここのがね多分伸びてくるんで1個目はねこんな感じでいいんじゃないかなと思います。ここに置いとこうか。はい、ということでねこんな感じでいろいろできました。はい、あともう一つね、イザベラっていうのも注文してるんですけど、それはね、ちょっとまだ届いてないので、また後日ね、作ろうかなと思います。今からこの子たちに水をね、ちょっとあげときたいと思います。はい、あれから結構月日が経って、今の状態なんですけど、こんな感じになっております。この一番手前にあるのが、届いてなかったイザベラですね。作ってみたんですけど、ちょっとね元気がない状態になってますね。植物ってねだいたい植え替えたら一旦元気がなくなってその後復活するんですけど、この子はねまだ復活に時間がかかりそうな感じですね。もしくはちょっとダメになっちゃってる可能性もありますね。でこのアングラータの方がねすごい元気ですね。これはいい感じに植え替えができたんじゃないかなと思います。でこの謎の植物謎の植物はねもう最初から枯れてるような感じだったので、ちょっと復活は難しそうな感じがしますね。でこの三日月ネックレスですね、2つに分けたやつ、これはね大丈夫そうですね。一番先っちょがね見にくいかもしれないんですけど、新しい芽がね出てきたりしてるのでおそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。ということでね、この中で一番育ちの良いアングラータさんをね飼育設備の方で使ってみたいと思います。はい、じゃあねこちらの赤原イモリさんがいるケージに入れていきたいと思います。はい、こんな感じでね設置することができました。やっぱり緑があるとねだいぶ違いますよね。赤原さんもね嬉しいんじゃないでしょうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。レイアウトに使える植物をね自作で作ってみましたけど、植物さえあればねあとはそんなにお金はかからないので、まあ、皆さんもねよかったら作ってみてください。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。